ピッシャー2番、エカンビニ、高校野球全国大会2506学目。和骨です。和骨です。黒金さん、2個目さん、3年 B 組、ドンパチ先生さん、4個目さんいらっしゃい。和骨です。スーナさんいらっしゃい。和骨、電話も短くなって6個目さんいらっしゃい。さあ、いよいよ今日はベスト8、準々決勝。7個目さんいらっしゃい。和骨です。三つの。はい、九個目さんいらっしゃい。監督、和骨です。はい、アランプロソーさんいらっしゃい。さあ、今日は横須賀商家との準決勝、あ、準々決勝。さあ行きましょう。電話よ。さあ相手は準決勝は東高学院。よし、ちょうど決断でいこうか。ピッチャーキャピ、農業牛乳さん、ありがとうございます。さあ、ミツバチ農業対横須賀商家の神奈川県予選、和骨です。準々決勝、バーソーさんいらっしゃい。実況太郎、解説西村一郎さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、2勝。はい、2勝。農協牛乳さんです。実況さん、2勝さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ワーコーツ浦掃除さんいらっしゃい。はい、2勝。妙見さんです。ワン、ツー、スリー、フォー、三つのファイトか。三つの。レイボール。第1番、橋本君ファーストゴロ。先行三つ町農業。さあ、スタップ打法炸裂。牽制球打てきろ。花田君ファーストゴロ。アスキーアート省略。ファイト、あ、どんどん花火が今日なんだ。ドンと4番ビッグ君、 IC サインだぞ。このサインはまあ気をつけろよってサインですね。ワコツンです。赤田大門さんいらっしゃい。このサインはまあ一塁も空いてるだっていうサインですね。さあ一塁が空いて歩かして、まあ好調ですからね。5番ビジ君と勝負、牽制球つけろ。ビジ君さんのところ、ここはミツバチ農業チャンスを逃しました。実況さん、そういえば二所さんのサイン解説は的を得てるんですか。的を得ておりますね。はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ミツノファイんと思うのもありますよね。でもね、そうですか。横須賀か、横須賀か、それは二所さんの自己評価じゃないですか。わらわら。さあ、一番中塚君、また実況席が身についてますね。ストライアウト。さあ、今日の先発キャピ君、いきなり三振。けー、はい、森さんが一番再現して、ストライ。では池田君、二所さんが解説してる逆と考えればサインは全然やってますね。三振、二者連続。いやストライ、ストライ。単球単身単身単身リポーター石原です。三者連続単身、いや素晴らしい立ち上がりですね、キャプテンね。さあここまで全部コールド。今日6番は桐沢君、バスドロー。7番水吹君。さあ福ちゃん、逆張りの二所は有名です、ね、牽制気をつけろ。有名ですね、非常にね。いやさあ、新玄餅くん、まあ、下位打線でもね、隙がない。さあ、バックホームで、セーフ、新玄餅くんタイムリー。先生、三ツ町農業、早くも先生。さあ、キャビくんはこの間ホームランも打ちました、まあ、ピッチャーがホームランも打ちましたからね。あと、後ろに反らした。
おっと、そしてピッチャーにフォアボール、ワンアウト一塁二塁。そして5割バッター橋本君、牽制球を受けろ。一気に追加点、さあ橋本君つないだ、ワンアウト満塁。さあ好調小保方君、牽制球を受けろ。ノーツーノースリー。いやー、ちょっと横須賀翔のピッチャー安定しませんね、コントローラーね。押し出し、小保方君の押し出し、2対0、ストライク入らない、ちょっとね、怖がってますかね。3番、奏君、ファールボール、なおもワンアウト満塁、ここは打ち上げた、キャッチャーフライ。さあしかし2アウト満塁で当たっているビッグ君、日本のホームラン、ここまで打率も5割超え、2アウト満塁、まあ、一気にここでビッグイニングなるか、なりました、2ベース、4対0、これは栄冠回避の2ベースでしたね、栄冠アウト回避のね。5番ビッグ君、2アウト2塁3塁、そして2塁3塁のパターン、これがいいですよね、2塁3塁2塁3塁がね。ここは鋭い打球ですが、いやピッチャーよく取りました今ね、ピッチャー返し、しかしこの回、一気に4点先制です、三島農業4対0、ここまで全試合コールド、三島農業3試合連続コールド中、あ4試合連続コールドか、5試合目、4番平田君ピッチャーゴロ、ドライ10対0、10対0、10対0、7対0と三振、4つ目の三振、まあ押し出しはまあちょっと違いますよね、押し出しは勝負すればいいわけですからね、あと三者ね、三球三振、単単振、5個目の三振、6番ケズナ君、ケズナ君も5割バッター、チーム打率いくらなんですかね、まあ、チーム打率すごいですよね、アウト、7番みるき君打ち上げた、アウト、ここはツーアウト、8番信玄餅君、さあ信玄餅君また打った、ツーエース、牽制気をつけろ、ここはファーストゴロ、ここはなんとか追加得点を防ぎました。二所さんチーム打率のデータも少ないんですか、実況さんと相手はないのは武士の情けですか、それは実況さん持ってない、私も持ってない出すのが めんどくさいですからね。さあ7番富山くん、ドライ、三振、6個目の三振、まあ、ところ、まあ、今度出しときましょう、はい、地方予選が終わったらね、ドライ、9番田中君、ドライ、三振、単球単身単単身、お前がちゃんと一緒でしたもん、あ、困りますよ、さあ1番橋本君、バズフライアウト、今はイカちゃんが一緒にしましたね、センターフライ、アウト、ツアウト、3番カナデ君、センター前、ツーアウトランナー一塁、4番ビッグ君、和骨です、牽制球を受けろ、10万石さんでした、さあビッグ君、これはしかし栄冠アウトに、いや栄冠、あ止まりましたね、止まってますね、ここあそこはね、あの栄冠アウトにならないコースでしたね、しかしここは今日はビジ君ノーヒット、ビジ君が落ちてばね、もうコールドになってますよね、今日ちょっとビジ君がノーヒットですけども、さあ4回裏横須賀翔の攻撃、1番長塚君、三振、
まだ横須賀翔太のヒット、8つ目の三振。2番池田君、ドライドライ、ボール、スタートボロ、アウト、ダウン。3番エンジョージ君、ドライアウト、単球単身単単身、9個目の三振。5回表でまだ、そしてミツバチ農業は無失点継続中、練習試合から点取られていません。アウト。6番ケツナ君をファーストゴロ、7番ミルーキ君、アウト、アウト。新玄餅くん今日2安打。さあ新玄餅今日猛打賞、3安打目はホームラン、大会新玄餅くん1号ホームラン、5対0、もちもち、アウト、パチパチパチ、5対0、早くもワンサイド、いや強いですね。おドライ、ドライ、アウト、三振。これで2桁奪三振、10個、ドライ、いやまさに火のごとくですね。アウト、単球単身単単身、11個目、ドライ。6番篠本くん、ドライ、ボール、アウト、連続単身12個。さあ6回表、1番の橋本くん、ノースリー、ノースリーから打って、あっとレフト落球、いやーこれはね痛いですよね。ここでピッチャー交代、まあショックを受けたんでピッチャー交代させましたね。ピッチャーワンツースリーフォー、ミツノーファイトントン。2番岡田くん、ここはダブルプレーを防ぎました。もう K ボードがいっぱいですね。3番カナデくん、カナデくんがここはアウト。2番ビッグ君、今日2安打、けん制気をつけろ。なんで相手側が1枚倍出したんですか。やころ、いや、あれは相手側の、なんですか、ピッチャー回しに合わせて、三つのがいってるだけですね。はい、相手のピッチャーを打とうぜっていうところでしょうね。ドライ、威嚇ですよね。なるほど、そうですね、マウリ族の民謡と同じですよね、ラグビーでやるね。はい、ダウンアウト。まだしかし横須賀翔太は安打ありません。ドライ、ここまで完全キャピ君に完全に抑えられている。ドライアウト、三振13個目。ドライ、ワールボール、アウト、三振14個。さあ5番ビジ君と6番ケズナ君、今日のヒット、ビジ君のヒット、試合の前の煽り、墓でしたっけね、墓、相手を墓に送るぞっていうのを込めてね。さあケツの穴が広がる、一撃広がりましたね。ケズナ君大会2号ホームラン、あ、3号ホームラン確定。ウグちゃんもライト前、けずけずけろ。そして今日8番新玄餅くん猛打賞、アウト。はい、もっとここでまだ完全試合してますけれども、まあ完全もう地方予選ですからね、もうコールドしようっていうことでしょうね。代打キャプテン、お尻冷えるからしまおうね、アウト。ピッチャーから
さあピッチャー代わってジョー君、ワン、ツー、スリー、フォー、ミキトー、ファイ。安らず監督、やっぱりパワハラ三昧だったんですね。今日この旦那さんに、安らず監督はパワハラだけど、ラツ監督はパワハラじゃないですね。アウト。そうですね。はい、吉部さんですね。2番、池田くん。ドライ。ドライ。明確な犯罪行為ですもんね。アウト。三振。15個目は、ジョー君が取りました。ドライ。3番、炎上寺くん。ジョコロ。アウト。三振、凡退。ここまで完全試合が続いています。完全試合リレー。まあ、道のとしてはあと1点取ってね、コールドをさせたいでしょうからね。さあ、この回1点取って、コールド試合継続できるのか。でも、日光の夏監督は同活も強活も言ってましたね。まあ、長いですよね、非常にね。さあ、2番、重方君。追い詰められた三津野。さあ、あとワンアウト。3番、奏君。奏君、打ち上げて、パンチキュース、アウト。この時点で、横須賀商館、嬉しがっているベンチがガッツポーズしてますね。いやー、そうでしょうね。三ツ橋農業の連続コールド試合を止めました。横須賀商館。まあ、さすがベスト8の、ここですよね。ミツバチ農業、ここでコールド試合の記録が途絶えました。ミツノウも逆立ちさせてパンに下ろしてて陰形に突きしたかぶせるのが本当と聞きました。ドライ。そんなことは一切ないですよね。三振。連続コールド試合を止めるだけでも栄養ってどんだけですか。わらわら。連続コールド試合を、まあ横須賀商館ね、これで嬉しがらないで、まだ完全試合やられてますからね。アンダーヒット1本ぐらいね、打っときたいですよね。さあ、最終回初めて今大会9イニング目に入ります。ミツバチ農業、試合に負けたが勝負に勝った。山井大輔さんがあれで勝負には勝負にも負けてますけどもね、はい、まあ、自分たちの目標だったんでしょうね。コールドは攻めて止めようと。山井大輔さんがあれです。9回まで行かないと完全試合にならないのか。アウト。ワーストフライ。ドライ。ちょっとね、ビジ君がノーヒットだったのがね、コールドいけなかったですよね。ビジ君がちょっと打ってればね、まあ、ビジ君も連続で出てますからね、ちょっと疲れがここに来て溜まりましたからね。さあ、まだノーヒット横塚翔。ドライ。アウト。三振。ドライ。もう10トータルで17個取られてます。三振。18個目。最後のバッターになるのか。ドライ。ドライ。アウト。単球単身単単身完全試合入りでミツバチ農業コールドは途絶えましたが、まあね、投打ともに圧倒しましたね。6対0でパチパチパチ横須賀商家に勝ってベスト4進出。まあ、ちょっとね、2回以降がちょっとね、3回以降が2点しか取ってないっていうのがちょっとあれですけどもね、はい、パチパチパチ。まあそろそろ疲れも出る頃ですからね、はい、まあこれはしょうがないでしょう。パチパチパチ。どうもありがとう、ありがとう、ありがとう。さあ、準決勝に向けて一言、ラツ監督。いやー、どうだね、また、ここまでね、投打ともに絶好調なんで、はい、パチパチパチ。あと2試合ね、今日は投手リレーでしたっけ、はい、今日は投手リレーですね。リレーで6回キャビ君7、3イニングを、ジョー君か、ね、コールドが途切れた責任は監督が取るんですよね。コールドが途切れました。まあコールドはね、そんないつか途切れるからね。まあ甲子園ではコールドないし、まあ地方予選で7試合もあるからね、全試合コールドっていうのはね、もうそろそろ疲れも出てくるし、ちょっとね、うん、みんな疲れてる頃だからね、うん、この夏の暑い中、まあ、よくやってるよ、それでもね。はい、はい、どうもありがとう。今日はチンゲン餅が、横須賀商家まるで優勝したかのように盛り上がってますか、はい、いや、横須賀商家はまあ、パワハラの責任は取らないけど、負けたのは悔しいだろうけどね、責任は取ります。さあ、相手は桐光学院。練習試合ではコールドゲームで勝っている相手ですけれども、
石原さん、まあそうですね、練習試合とはまあ別と思ってね、これが本番ですから。はい、さあ隣のブロックは海老名川、橘学院ともに初出場を狙うブロック。まあ隣はね、勢いがあるルーキー高校、こちらはもうね、はい、優勝候補同士が戦うというところでしょうね。さあ春夏連覇にあと2個、三島町農業、また明日です。はい、ありがとうございました。よし、よいしょ、きはい、ナイスホームラン。投手の2枚看板がしっかり育ってますね。まあ、しっかりしてますよね。はい、もうジョー君もすごいリリーフでもいいですし、もうね、山田君、キャビ君は先発で、ほぼね、安打打たれない、ここまでね。選抜の3回戦からね、最後に点取られたのが選抜大会の3回戦、そこから準々決勝からね、1点も取られていない三橋農業ピッチャー陣。練習試合11試合、春の選抜3試合で14、そして5試合19試合ね、無失点。よし、よし、よし、はい、あ、ジョーも最後ね、タイミング投げたから、ナイス、ナイスパンツ。あ、キャピオン褒めたっけ、キャピオン。はい、キャビオ、素晴らしいピッチング。はい。はい。雑監督は暴力は振るわないけど、闘魂注入はしてるんですよね。いや、何にも、生徒に手を出してない、ないからね、本当にね。最近の子供はね、昔のとは やり方が違うから。昔とは今は違うね。Z 世代だから、 Z 世代には Z 世代なりの教え方があるんだね。うん、私も Z 世代の教育術っていうのを著書書こうかな、書いてみようかな。都合悪い内容は恫喝してもみ消してるとか、しかし神奈川でもまさかこんな早く強くなるとは。まあそれはやはりね、私の父親ラツクスオ監督、そしてね、長男のラツ連覇監督のね、教えがあったということでね。はい、彼らの、ね、先駆者たちの育成術があった頃からこそのね、はい、あれであります、はい、強さであります。連覇くん時短だっけ。連覇時代の育て方ってピッコロさんがご飯鍛えた時みたいな感じですか。そんな育て方だね。一族秘伝の練習法があるんですね。そうだね、そんな育成術だね。今の野球は楽しみながら勝つだからね、楽しくみんなね。だから三つ町農業の練習風景、試合風景は笑顔にあふれてるからね。優勝君がいたから続けて優勝するんだって意味で連覇君にしてたはずですよ。そうだね。よし、よし、親元から引き剥がして崖の上に放置みたいな感じですけど。よし、確かに密農の選手たちはみんな不自然な笑顔ですもんね。いや、不自然じゃ、みんな心から笑ってるね。よし、昔はそうだ、崖の上に放置、
ね、突き落とすみたいな感じだったんだけど、今は、手が終わりました。見守ってやる。見守ってやるっていうことでね。崖から落とすけど見守るっていうことでね。よし。はい、オッケー。殴らない。はい、ご視聴ありがとうございました。 BCN2 番 A カマキミニ高校野球全国大会は毎日やってます。また明日お会いいたしましょう。おつでーす。はい、おつでした。ねえ、白い要素ばっかりでいいのにね。はい、そうですよ。はい、おつでした。はい、おつでした。おつでーす。おつでした。はい、おつでした。おつでした。おつでした。